厚木株式会社は日本の繊維製品の製造、販売メーカー。主にパンティストッキング、靴下、下着を製造、販売している。その他不動産の販売、賃貸、介護用品の製造等の事業がある。製造は子会社に移管中華人民共和国での生産にも移行している。2013年3月期の連結売上構成は、 繊維事業95.5%、不動産事業その他4.5%となっている。会社の所在地は海老名市であるが、社名に相模川対岸の町である厚木の名前を使用したのには次の理由がある。会社設立前に近隣にある厚木基地に連合軍総司令官ダグラス・マッカーサーが降り立った。そこで創業者の堀は世界中に知れ渡った厚木の名を社名にすれば、 一から宣伝しなくても済むとひらめいたことから。ただし、厚木基地は、厚木市内ではなく、綾瀬市と山和市にまたがった地域にある。所在地に近い厚木駅も厚木市内ではなく、海老名市にある。ちなみに発明学会前、会長、豊沢富夫の著書によると、厚木ではないから、厚木ナイロンと命名したとある。また1970年代には、スクールマルチの、 商品モデルに山口桃江、浅岡恵片平渚が起用されたが CM は制作されたかは不明。厚木イメージガールとは2007年の同社創立60周年を記念して創設したキャンペーンガールの名称。もともとはミラキャラットガールという名称であった。毎年9月にオーディションで2名を選出し、翌年9月までの1年間にわたり同社の顔として PR 活動を行っている。いずれも過去、富士テレビ番組や TBS 番組が多い。海老名駅から総鉄バス、神奈川中央交通で厚木ナイロンバス停で下車。ありがとうございます。